はい、どうも皆さん、こんにちは。かきです。さあ、タイトルもあれと言うんですけど、初代 iPhone を購入いたしましたということで、もう皆さんね、なんで買ったのかっていうね、本当になんでっていうところがあると思うんですけど、普通にちょっと興味本位で、もう初代 iPhone 持ってたら、もう話の種になるし、まあ、なんか持っておきたいなと思ってメルカリで購入させていただきました。しかもですね、メルカリすげえ梱包はね、丁寧で、なんかしっかりとこうつけてあってですね、めちゃくちゃ丁寧なんです。すごい感動しました。すごい丁寧だなと思って、はい、中古の iPhone なんですけども、なんと1000円でした。すごい安くないですか。本体ついて、しかもこのなんていうの、充電コードもついて1000円ということでお得でした。はい、もうちょっと早速開封していきたいと思います。はい、ということで、まず手を外しました。はい、もうくっついてたんでね。はい、早速開けていただきます。片手でね、これやってるから、片手で取って片手で開けるっていう。さあ、C に、さあ、来たー。いやー、来たね。ちっちゃ。見て、この、これ、普通にこのさ、で、ちょっと iPhone って書いてありますね、ちゃんと。いや、すごい丁寧にやられてる。やばい、ちょっと手汗やばい、手汗やばい。ついてました。これね、そうか、めっちゃ綺麗に保管されてんの、これ。すごいな。これ1000円ってちょっとやばくないですか。で、しかも配送料が確か300円以上があるんで、まあ、大体700円以下ですよ。大丈夫。一応ね、これもね、作っての、まあ、また今度あげようかなと思いますので、まあ、ぜひそちらもご覧ください。ということで、まあ、今回はね、興味本位で初代 iPhone を買ったという動画ですね。はい。まあ、一応、正式名称としては iPhone3GS ということで。はい。それじゃあ、今回この辺りで応援しております。ぜひ高評価、チャンネル登録お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録者数年内目指せ5000人、ぜひチャンネル登録お願いします。なんだよ、買った iPhone3GS めっちゃ汚ねえじゃん。画面も本当にめっちゃ傷ついてるし、と思って